陸上自衛隊第6師団総隊62周年神町駐屯地創立68周年の記念行事が21日東根市で行われました。同師団管内の山形、宮城、福島の南東北3県から隊員およそ730人、車両およそ120台、ヘリコプター3機が参加し、全長 8.5 メートルのヒトロク式機動戦闘車などが関越行進を行いました。戦闘訓練は重要施設の破壊を目的とする敵勢力が侵入した想定で実施され、155ミリ榴弾砲などが爆音とともに空砲を発射しました。すごい大きな音でした。かっこよかったです。普段見ることのできないその隊員たちの行進とか、あとは戦車の展示とかっていうのが驚きの感動で